もこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、この動画はワンピース最新話1051話のネタバレがありますので、アニメ派コミック派の方々はお気をつけください。1051話のですね、全体の感想だとか初見のリアクションはこちらの動画でね上がってますので、であと昨日もね最新話1051話関連の動画上がってますので、ぜひよかったらこの後でもいいので見てください。今日話すことこちらです。お玉まさかの名字、そして麦わら傘下に新加入があるのかどうか、ちょっとこのあたりをね今日撮っていきたいと思います。はい、そんじゃいきましょい。まずおたまちゃんの名字ですよ。僕これね最初読んだ時気づかなかったんですけど、1051話のね感想会のコメントでいただいて、えって思って見返したら、確かにちょっとねこれ名字気になるなってっていうことがあったんですよ。こちらのコマですね。今回ですね、お玉の過去も少し描かれたわけじゃないですか。で、その中でさ、お玉ちゃんの両親がまあ亡くなっちゃって、その時にお墓にね、お玉ちゃんが手を合わせてると。で、そこで書かれてるお墓の文字ですよ。これね、正直なとこ言うと、ちょっとね、潰れててなんとも見づらい部分があるんですが、ワンチャン黒ずみに見えなくもないですよね。黒ずみ、ほにゃらら、黒ずみ、何通り？ちょっと潰れててね、なんとも言えないんですけど、これコメントでいただいて、いや、確かに見えるなって思ったんですよね。これ皆さんどう思いますか？おたまちゃんの名字。まあ、確かにね、今までそのおたまの素性っていうのは不明だったわけですよ。ただ今回ね、過去編が少し描かれて、まあ、秘鉄に出会う前に、まあ、両親亡くしてっていうね、過去が描かれたわけなんですけど、確かに素性が分かってないんですよね。名字もね、分かってないですし、今までね、いろいろと不明な部分がまあ多かったわけなんですよ。まあ、そんな中でね、このお墓に黒ずみってもし書かれていたとしたら、要はお玉が黒ずみ家ってことですよね。だったとしたら、確かに和の国のこの黒ずみの歴史、黒ずみの悲劇も少しは報われるかなと思いますよね。まあ代表的なのが黒ずみオロチですよね。で、そして勘十郎。まあこの二人がね、まあ黒ずみの復讐の輪廻のね、中でずっとね、まあ悪い方向に行っちゃってた二人じゃないですか。黒ずみの怨念に囚われ続けたこの二人ですよね。で、まあ和の国自体も、まあその黒ずみの怨念があって、結局黒ずみをね、名もなき正義のヒーローが、まあ、迫害してしまったという歴史があったわけですよ。ただこれがね、まあ、お玉が黒ずみだったとしたら、黒ずみの出身でも光月のために命を懸けてこの討ち入れで戦ったわけじゃないですか。しかも8歳の子供がよ。このお玉がこの先もね、桃之助のことを桃くんって呼んでね、まあ、近しい間柄のような関係性で、これから先ね、この光月を支える立場にもしなっていったとしたら、エースとの約束のように妖艶なくの市になっていって、桃之助を支える存在になっていったとしたら、黒ずみ家のこの怨念も救われるし、和の国のねこの歴史としても、和の国の夜が夜明けへと導かれるといった意味でもすごく重要な役割ではあるなと確かに思いましたね。まあもちろんね、黒ずみじゃなかったとしても、まあこのね一人の子供が和の国のその歴史に巻き込まれた子供じゃないですか。まあその一人がね救われていって、これから先光月のために国を支える存在になっていくって時点でもうめちゃめちゃ熱いんでね、まあ黒ずみじゃなくてももちろん熱いんですけど、確かに黒ずみだったとしても熱いとは思いましたね。皆さんこれどう思います？ね、ツイッターだったかな、その髪の色もね、その紫で、あのオロチに似てるってね、いただいて、あ、まあ確かになと思ったんですけど、まああの、勘十郎はね、真っ赤なんで、勘十郎真っ赤なんで、別に黒ずみイコール紫じゃないかなとは思うんですけどね。あの、日暮らしとかね、あのあたりは別に紫じゃなかったですもんね。なので、ここね、ちょっと今後気になるところではありますね。はい、そしてですね、麦わら傘下ですよ。まあ今回、和の国はね、まあもう終幕と言っても過言ではないぐらいの、まあナレーションが入ったわけですよね。まあ桃之助のね、まあ和の国を統治するっていうね、まあ感動的なスピーチもありつつ、ナレーションが入ったわけですよ。まあナレーションが入ったので、まあこの後和の国編っていうのはね、まあ残り数話で、まあ完結して、次の展開にまあ行きそうな段階なんですけれども、そこで今回気になることとして話したいのが、麦わらの傘下ですよ。麦わら大船団。ここに新加入があるかどうかですよね。いや、十分ありえますよね、新加入。まあ、現時点でね、まあ、キャベンディッシュだとか、バルトロメオとか、総勢約5600名が今加盟してるわけですよね。まあ、これゴムでね、今5600名と今なってるわけなんですけど、まあ、これがですよ、ウソップの嘘の、俺には8000人の部下がいる。これが実現するとしたら、まだ新規加入がありえるんですよね。まあ、もちろんね、ウソップの嘘が本当になるかどうかっていうのは、わかんないですけど、でも本当になったら熱いじゃないですか。なのでまあこれ数字で言うとね、まあ2400名ぐらい、まあ加盟してもおかしくはないかなって感じがするわけなんですよね。で、あとそれと理由として、麦わらの傘下にはいろんな種族がいるんですよね。まあレオとかね、小人族ですよ。で、イデオ、手長族、そしてブルーギリ、足長族ですよね。で、ハイルディン、巨人族とかね。で、さらにまあジンベイに至ってはもう麦わらの一味にも入ってるわけですから、言うたら魚人族ですよね。で、言うたらまあフランキーとかね、まあロボもいて、でタヌキもいてとか、いろんな種族がいるわけですよ。もちろん
ちろん人間もね。で、そんな感じでいろんな種族がいるんで、まだここにない種族が入る可能性っていうのは大いにあるわけですよね。で、そうなった時に今麦わら大船団に入りそうな人たち、ちょっとね、何人か候補で挙げていきましょうよ。まずは白ひげ海賊団残党でしょう、マルコさん。いや、マルコ俺参加入ると思うんですけど、どうです皆さん。マルコ率いる元四皇の海賊団、白ひげ海賊団残党ですよ。まあ、白ひげ海賊団の人数はというと、もともとは1600人なんですよね。これはね、ワンピースイエローですね。こちらで判明してます。で、あと参加も含めると5万人いるんですよね。これはグリーンでね、判明してますね。まあ、ただ人数に関しては、黒ひげとのね、落とし前戦争で、まあ、敗北してるんで、まあ、だいぶ減ってそうではあるのでね、今何人かっていうのは少し分かってないんですけど、まあ、ただやはりね、マルコは今回、この鬼ヶ島の討ち入りで、麦わらの一味を、まあ、支えたわけじゃないですか。むしろ自分は、そのサポートに徹してね、キングとクイーンを抑えてたわけですよ。で、そんな中で、花形登場だよいっつってゾロサンジをバーン行かせたわけじゃないですか。で、しかもビッグマムにこう言ったわけですよね。まだ親父の声が俺たちを縛ってるとでも思ってんのか。残された俺たちは自由なんだよいと。こう言ったわけなんですよ。つまりは、親父が言ったからどうこうとか、親父の意思どうこうよりは、俺たちは俺たちの自由で選択して行動していくんだってことですよね。なので、ここにはね、もちろん親父の意思とか、エースの意思とかもね、もちろん組んではいるとは思うんですけど、頂上戦争でもね、やはりルフィを援護しろと言って、ルフィを援護したりだとか、まあ、生きたエースの意思を生かしたりだとか、そういったね、ルフィを援護する行動をしつつ、今回さらにもう一度援護したわけなんで、やはりね、この白ひげの残党が麦わらの大船団入るってなったら一大ニュースだし、いや、十分にもうピースはあるじゃないですか、今。なので、あとここね、マルコやイゾウがどう判断するかですよね。まあ、そもそもまずイゾウ生きててほしいっていうのがまずあるんですけど、いやー、これは入ってほしいなと個人的には思ってるんですよね。なんなら今後さ、麦わらの一味っていうのは黒ひげ海賊団とぶつかる可能性は大いにあるじゃないですか、今。そうなった時に黒ひげに一矢報いたいのはやはりマルコですよね。一度負けてますし、親父の一件もありますからね。なので、まあ、マルコがね、入るのは可能性としては高いんじゃないのかなと個人的には思ってますね。まあ、ただね、他の白ひげ海賊団の残党が誰が無事かっていうのが一切わかんないんですよね。ジョズとかビスタとかさ、いや、そのあたりっていうのがもしかするとその黒ひげの能力者狩りに合ってる可能性もあるわけじゃないですか。いやー、やめてほしいな。俺ジョズ結構好きなんだよな。ジョズ生きててほしいな。そのあたりのね、安否っていうのもまだ不明なので、どういった展開になるかっていうのはまだまだ不明ですけど、ただ入ってほしい。個人的にはお願いします。マルコさん、大船団加盟してください。では続いてですね、ミンク族ですね。ミンク族も十分あり得ると思うんですよ。っていうのもさっき言ったね、やはりいろんな種族が加入しているっていうところで、ミンク族、これ大船団入ったら頼もしすぎますもんね。まあ、キャロットはじめね、まあ、ワンダだとか、で、そして犬嵐、ネコマムシですよ。そのあたりの一団はね、まあ、今回ルフィにも協力してるわけですから、まあ、もともとね、今、忍者海賊ミンク侍同盟でもう同盟結んでますしね。なんならね、もう参加っていうかもう同盟ですけど、今は。まあ、このままこの同盟関係が生きたまま、まあ、参加っていうよかは協力関係で行く可能性ももちろんありますけど、ただまあね、その参加という選択肢も十分あり得るんじゃないかなと思います。で、まあそうなるとね、犬猫はまあ桃之助を支える家臣として、まあ、ワノ国に残りそうだなと思ったんですよ。ただそうなった時に、じゃあミンク族のモコモコ王国どうなるんだって思ったんですよ。でも待って、よく考えたら、ですね、ズギーシャさん今、どこにいますか。ワノ国の窓なりにいます。なんならもう密接してます。この移動できる国って便利、めちゃめちゃ便利ですよね。めっちゃ遠いと思いきや、今もう真横にいますから、もう隣国になってますからね、今。だから犬猫に関しては、モコモコ王国にも行けるし、まあ、ワノ国にも残れるしっていう、今どっちにも入れるので、まあ、このモコモコ王国をね、一応収めつつ、ワノ国の家臣も兼ねつつっていうことも、今現状可能じゃないですか。なので、まあね、モコモコ王国に残って、そのモコモコ王国としては、麦わらの一味の、そのまあ手助けを今後もしていくと。まあ、そういった立ち位置になってもおかしくないかなと思いますよね。まあ、種族もあるし。人数ってこれミンク族分かってましたっけ？ちょっと僕は抜けてるんですけど、やべ、何百人だっけな。ごめんなさい、ちょっと抜けてます、ここ。では続いてです。太陽の海賊団ですよ。もうここも十分あり得るでしょ。もう、なんなら入っちゃった方がいいでしょ。なんならもう、元お頭のジンベエも加盟してますからね。一味ですからね、なんなら。まあ、魚人族に関してはね、魚人島を救ったりだとか、まあ、ホールケーキアイランドとね、まあ、一見だとか。で、まあ、ジンベエを支える時にもね、麦わらの一味を援護したりだとか、もう、麦わらの一味にね、まあ、ゆかりもありますからね。まあ、ここに関しては、もうアラディンに関してもね、もう十分あり得るだろうし、太陽の海賊団がね、まあ、入るってなると、まあ、海でも強いですから、ここは十分あり得るんじゃないかな。なんならもうホールケーキアイランドのあの後とかもうだって完全に仲間でしょ、あれね。なのでまあそのね、あの杯をいただくかどうかですよね。古文杯いただくかどうか。まあそのあたりですかね。で、あとはやっぱ気になる人として、キングですよ。皆さんどう思いますか？キングさん。ルナーリア族なんですよ。ルナーリア族が、まあさっきのね、そのいろんな種族が入るっていうのがもしここにも踏襲されるとしたら、ルナーリア族です。
ですよ、キングさん。まあただね、まあすぐさま加入っていうことはまあ考えづらいとは思うんですよね。ただやはりね、そのルフィがジョイボーイだと、まあキングはね、気づく瞬間が来るわけじゃないですか。今まではね、カイドウを倒した人物がジョイボーイだと思ってきたわけで、まあ今カイドウをね、ルフィが打ち破ったわけですから、ルフィこそがジョイボーイなのかもしれないと気づくね、瞬間が来たとしたらですね、ルフィサイドにつく可能性は十分ありえますよね。まあすぐさまね、ルフィ万歳っていうそういうことではないとは思うんですけど、まあカイドウさんももちろんね、気にしつつ、やはりルフィが世界を夜明けへと導くジョイボーイの存在なんだっていうことがね、思った時にキングがどう行動を起こすか、そこですよね。もう今キング自身もね、そのルフィを応援する立場になりそうなピースは今あるわけで、そうなった時にさっき言ったその種族としてのルナーリア族、そこがね、まあ麦わら大船団に加盟したとなったら、さらにね、その麦わら大船団としてもいろんな種族をいろんな人々を仲間にしていくということがね、今までの大船団としてもさらに成り立ちますしね。いやだからこのキングが捕まるのかどうかですよね。まあその百獣海賊団が今後捕まっていくのかどうか、はたまたカイドウが無事なのかどうかとかね、そのあたりもまあキングに関しては大いに関わってくるので、まだちょっと見守りたい部分ではあるんですけど、ただ候補としてはね、まあありえますよね、キングもね。で、あとはこの忍者海賊ミンク侍同盟がどうなるかですよね。まあ少なくともローキッドは別に参加には入んないじゃないですか。あくまでまあね、その対等というか、ローに関しては間違いなくね、ラフテルまでね、今まで通りの関係は続きそうなんですよね。まあ一緒に旅をするか、ちょっとね、離れるかはわからないですけど、まあロビンとね、D の一族の話もしたりだとか、ローに関してはラフテルに行く理由がありますから、それをこのままね、この同盟関係を生かしておくメリットはローにもあるので、なので、ローに関してはまあ同盟のまま行くんじゃないのかなとはやはり思いますね。で、キッドに関してはちょっとわかんないですね、まだね。今週ちょっと言ってましたもんね。何同盟だとつってね、はぁって感じでため息ついてましたから。いや、このままキッドがどう動くかですよね。まあ、キッドに関しては別に別行動して、ただなんかやっぱちょいちょいこう、ルフィと会うみたいな。いや、最も巨大な戦いで結果的にルフィの味方するみたいなね。まあ、ビッグマムとの戦いで、要はルフィをちょっと認めてたじゃないですか。上には行かせねえって感じでね、言ってたわけなんで。要はルフィの邪魔させねえ的な立ち位置で行動も起こしてたぐらいなので。なので、まあ、ローキッドに関してはね、まあ、間違いなく、今まで通りのスタンスで、結果的に、ルフィとね、共闘するみたいな立ち位置にはなりそうじゃないですか。で、そうなった時に、この、和の国の侍たちなんですよね。まあ、言うてしまえば、この、桃之助たちですよね。いや、忍者と侍の部分ね。まあ、ミンク族に関してはさっきちょっと触れましたけど、忍者侍のあたりがね、まあ、少なくとも友好関係はずっと続くじゃないですか。なので、まあ、傘下にまでなるかどうかはわからないんですけど、まあ、少なくとも、アラバスタとか、ドレスローザとか、そういった感じでね、まあ、ルフィを支援するような、ルフィの味方サイドの国家という立ち位置では、まあ、今後も協力関係にはあるのかなとは思いますね。ただ、和の国に関しては少なくとも戦える国家なんですよね。それが強いですよね。侍たちみんな強いですから。まあ、そこがね、まあ、国としても成り立ってるし、かつ傘下としても、ルフィ殿に協力させてくれと、まあ、ちぎりを交わすね、可能性もありますもんね。いや、頼もしすぎるね、そうなったとしたら。なので、ちょっとま、和の国の侍たちに関しては傘下になるかどうかは微妙なラインですけど、まあ、少なくとも友好関係は続くんじゃないのかなと思いますね。で、あと、こっからはちょっと傘下になるかは不明で、どう動くかもうさらに分かんない人たちも一応話します。まずビッグマム海賊団ですよ。どうなんじゃい、まずどうなんじゃい。まだ現時点ではビッグマム海賊団に関してはビッグマムが負けたこと、敗北したことってまだ知らされてるかどうか分からないんですよね。言うてしまえばビッグマム海賊団の船長ビッグマムと、あと要は長男のペロスペロがまあ撃破されてるわけですよ。これちょっと壊滅に近い状態ではありますよね。まあただビッグマムが生きてる限りは、まあビッグマム海賊団はビッグマムが船長でありそうじゃないですか。ただね、まあマグマに落ちてるので、これがね、もし再起不能だったとしたら次期船長候補はまあ肩栗になりそうではありますよね。だからその肩栗がどう判断するかですよね。ビッグマムに関してはビブルカードが存在してるんですよ。で、ビッグマム海賊団は多分みんな持ってるんですよね。ペルスペロのこの描写ですね。ママのビブルカードは無事だ、つまり生きてる、これも奇跡だしな、というね描写が、93巻あたりでありますね。なのでペロスペロ以外のメンバーもみんな持ってたとしたら、ビッグマムが無事かどうかっていうのは知ってるはずなので、そうなった時にどうかですよね。まあ無事だったとしても、もしねこの海軍に捕まるみたいな展開になったら、まあ肩栗が船長代理として動かざるを得ない状況じゃないですか。なので、このビッグマムが生きてるかどうか、そして捕まるかどうかとか、そんなあたりがすごくね、不安定な以上、ちょっと読めないですよね。仮にビッグマムがこれもう離脱するような展開、再起不能だったり、まあ、海軍に捕まってしまうような展開だったとしたら、まあ、肩栗が舵を切るとなった場合、肩栗というのはルフィにね、ちょっと惚れ込んでる男じゃないですか、現状。ルフィが逃げたことを喜んだりだとか、ルフィをね、もう隠したとは思わねえと、海賊としても男としても認めてるわけですよ。そうなった時にどう動くか、そこです。肩栗次第。まあ、ただ参加まではいかないのかなとは思いますけどね。ちょっと
とまあルフィサイドでちょっと共闘するぐらいかな。ただまあそういう絵は見たいですよね。やっぱカタクリが味方してくれるような絵はね。なので今後の扉絵連載がめちゃめちゃ重要なんですよ。今扉絵連載、そのジェルマの話ですけど、今踏み入ってるのはトットランドなんですよね。ビッグマムの国なわけですよ。ただそこのブリュレとかクラッカーとかはビッグマム負けた動向とかそのあたりは一切気づいてなさそうなんですよね。やっぱまだ。なので情報はまだ行ってないってなると、これ行った時にどう動くかですよね。クラッカーは扉絵で出てきたけど、カタクリがまださ、ホールケーキアイランド以降出てないんですよね、再登場が。だからこれカタクリがどう出るかですね、扉絵でマジで。これ気になりますね。で、次はカリブーですね。カリブーがもうマジでわからん。まあ、今回結果的にね、ルフィたちを支える立場になったじゃないですか。1ヶ月分の食料ね、ルフィにさ、肉とかあげたわけで。それがなかったらルフィさ、もう一回カイドに挑めなかったわけですから。で、なんならね、うどんでも一度ね、まあ、ルフィサイドに、サムライサイドに、まあ、協力してるわけなんで、まあ、どう出るかですよね。まあ、カリブーに利益があれば、こっちサイドにはついてくれるような男じゃないですか。だから、あとはもう気になるのが、その魚人島で言ってた、あの人発言ですよね。いや、ポーネグリフの情報とか、人魚姫の情報を持っていけば、あの人に気に入られると言っていた、そのあの人が誰なのかですよね。まあ、この人が誰なのかっていう展開次第でも、まあ、カリブーが今後ね、そのルフィサイドにつくつかないとか、というあたりにもね、影響はしそうな要素ではありますね。なので、ちょっと読めない、カリブーも。あと、アプーですよ。アプーも読めない。なんやかんや、百獣海賊団側で、まあ、その、まあ、幹部というか、まあ、その役職がある人で無事なのって、アプーだけですよね。まあ、もちろんギフターズとかそのあたり除いてね。アプー無事なんですよね。先週かな、うん、先週ちょっと描かれましたもんね。だから、アプーがこの、ナンバーズ何人かを率いてどう動くかですよね、今後。まあ、ただ、この段階でルフィに敵に回る選択はしないじゃないですか、おそらく。なので、一瞬寝返って、ルフィサイドにつくような展開になりつつ、ただやっぱね、その、ゾロとか、そのジンベイとか、まあ間違いなく認めないとは思うんで、なんかとんずらこいてね、ちょっと別のとこに、まあ逃げるようなことにはなりそうですよね、アプーに関しては。なので、まあ一味に入るか、三下に入るみたいな選択はしないとは思うけど、ちょっとまだ読めないとこありますよね。こう、シリカルなんで、どう動くかわかんないじゃないですか、アプーって。なのでちょっとまだね、未確定の要素強いかなと思いますね。で、あとはまあ三下にならないだろうなってとこで、ちょっと話します。まあ百獣海賊団の残党はならないでしょう。もう幹部全滅してますからね。大看板から飛び六方から。まあ、ただ、ワノ国はこの世界政府非加盟国なので、まあ、海軍が来るかどうかなんですよね。通常だったら、ま、来ない国ではあるじゃないですか。まあ、ただ CP0 のこの人ですよ。この人。一人だけ唯一無事だった。この人が鬼ヶ島からタタタターンってどっかに行ったじゃないですか、ちょっと前に。なので、そのザノ国の状況っていうのはすべてね、五老星だとか世界政府に今伝わってる状況なので、さらなる追っ手が来る可能性もあるんですよね。今、ワノ国の近海には世界政府の船は来てますから、さらにね、追っ手が来る可能性も十分にあり得ると。要は、カイドウとかビッグマムを、まあ、確保しておきたいっていう思いはね、十分あるとは思うんで。まあ、ただそこでわかんねえのがズニーシャなのよ。ズニーシャさん、どうすんの今だってズニーシャいるだけじゃん。モコモ広告が移動できる国ラッキーってなってるだけなんで今。このズニーシャがこの世界政府の船をどう追っ払うのか、はたまた追っ払わずに、そのカイドウとか百獣海賊団の残党だけね、お前らこれを連れてってください、はいって引き渡すのか、なんかどういう動きをしてくるかちょっとまだまだわかんないんで、まだなんともね、不明な点も多いんですけど、まあ、百獣海賊団に関してはまあね、まあ、ドフラミンゴみたいに、まあ、ドンキホーテ海賊団のようにね、まあ、打破されてっていう展開になるのかなと思いますけどね。で、あとはまあ、ホーキンス。まあ、一応挙げますけど、まあ、ホーキンスも一応破れてるんで、まあ、捕まる展開なんじゃないのかなとは思いますけどね。はい、という感じでございます。今回ね、まあ、お玉の話と、あとね、今後の参加の話ちょっとしました。皆さんどう思いますかね？ぜひね、コメント欄お待ちしてますので、書いてってください。はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひぜひこの動画面白かったぜ。って方ね、グッドボタンお願いします。次の動画も見てください。明日も楽しもう。またね。こんだけ言ったけど、参加誰も入んないパターンもあるか。どうなるかわからない。楽しみです。次も見てね。前向いて、全力でまっすぐに自由求め思いのまま進んでいけ全力で